スイス空軍の FA-18C ホーネットアクサルプ2006フリーゲルデモンストラジオンアクサルプは標高2250メートルの山岳地帯にあるエーベンフルー射撃演習場で行われるスイス軍航空隊の公開訓練であるベルン州ブリエンツから山を登ったアクサルプで毎年10月初めの2日間にわたって実施される空がーーヘリコプターによる フレアー放出2機の F-5E タイガー2が、両線上を飛行する、スイス空軍アクロバットチームパトルイユ、スイススイス空軍の戦闘機、F-5E タイガー2及び、F-A-18C ホーネットが強国を飛び回り、標的に対する、機関放射撃が行われる。その他、ヘリコプターによる放出や、山岳救助、パラシュートジャンプのデモンストレーションが行われる。 スイス空軍のアクロバットチームパトルイユスイスによるショーで公開訓練は締めくくられる。飛行機はアクサルップの麓にあるマイリンゲン基地から飛来する。通常のエアショーのように平地から飛行機を見上げるのではなく山上から谷間を飛ぶ飛行機を見下ろすことができるという点で非常に風変わりなエアショーということができる。そこでは 地上から空撮写真のようなアングルの写真を撮影することが可能であり、間近に迫力満点のエアショーを見学することができる。ただし、そのためには、麓から山頂まで2時間の登山を必要とする。標高2200メートルの見学ポイントへ徒歩で移動する観客たち一般の観客は、ブリエンツからアクサルプまで車で移動し、そこから2時間の登山を必要とする。 公転であれば2000から3000人の観客が食事施設やトイレもない場所であるにもかかわらず訪れる。年度によっては雪の場合もあるが、それでも公開訓練は行われる。ありがとうございます。